こんにちは、イブセです、えー。今回はね、この話題を取り上げたいと思います。アメリカの銀行が次々とやばくなっている。これは、あれが始まる前兆じゃないかなと私は分析しております。ええー、マジーっていうね、そういうお話でございます、えー。最後までね、お付き合いいただければと思います。ファーストリパブリック銀行が事実上の破綻をしてしまったと。 次はどの銀行が陥没するかという状態だが、次はもっと大きな銀行になる可能性があると、日本のね、経済学者たちも言ってますね。ね、今までいろんなね、シリコンバレー銀行が破綻しました、シグネチャー銀行も破綻しました、シルバーゲート銀行も破綻しました、そしてスイスのね、クレディ・スイスの株価が暴落して、UBS が買収したと。 で、今回このファーストリパブリック銀行が破綻して JP モルガンが買収したという話なんですけど、この流れがもう止まらない感じがしますね。で、これ FOX ニュースがね、報じてることなんですが、なんとバイデンさんがアメリカ史上最悪の銀行破綻4件のうち3件を取り仕切った大元なんだという話ですね。でね、 今回のこの銀行破綻は2008年のリーマンショックの時よりもさらにさらに大きい銀行破綻であると言ってるんですね。で、この3つの今回2023年に破綻した3つの大きな銀行の資産を合わせるとなんと 2008年に破綻した25の銀行が持っていた全資産よりも大きいっていうんですよね。すごいことですよね、これね。ってことは、日本にもこのリーマンショックの時みたいな、あんな大変なことが起こるってことですよね。あの時も日本の企業、いくつかね、大きな企業が倒産しましたよね。倒産ラッシュが日本にもやってくる、押し寄せてくるっていうことなんでしょうか。 であのこの銀行が破綻する流れをね、超ざっくりと説明するとこうなります。まず最初に1番目の話ですけど、銀行はお金を借りてます。預金者からお金を借りて商売をしてます。商売というのはねえ、企業にお金を返して利子で儲けるということなんですけど、2番目、銀行はお金を企業に貸すだけじゃなくて、国債もたくさん買ってるわけ。 ね。利子がつく国債も買って運用しているわけですけど、3番目。アメリカで FRB が大幅な利上げをしているわけ。で、まあインフレだからっていう理由なんですけどね。で、利上げをすると国債価格が下がってしまうんで、それで銀行がやばくなるわけ。 でね、この FRB っていうのはさ、DS の手先じゃないですか。DS のもう子会社みたいなもんですよね。ですからもう好き勝手に利上げできるわけですから、意図的に銀行を追い詰めてるとしか思えないんですよね。 で、4番目、銀行は安い国債を大量に抱えることになって、銀行はやばいと思った預金者がお金を下ろして、銀行が破綻するということなんですよ。でね、この預金者がお金を銀行から下ろすっていうね、この、まあ、要は、もう取り換え、騒ぎが起こるわけですけど、このね、 大きな大口預金者っていうのもまた DS の手先の人たちが多いわけでしょですから DS にしてみれば銀行を意図的に破綻に追い込むのは簡単な話だってことですよ。そう思いませんかこれ。で、フィーフィーさんがこんなコメントしてますね。アメリカの銀行破綻よりやばい状況に韓国の銀行が陥るかもしれないと指摘されていますと。 実は韓国政府はコロナ禍で個人事業主などに対し支援策として借金の返済に猶予期限を設けていました。しかし、今年の秋にその期限が切れるので破産や、ね、倒産が続出する恐れがあると。これね、韓国だけじゃなくて日本も危ないですよ。日本の場合はね、あの JA バンクですよ。農協ですよ。 日本の農業がですね、狙われてますよ、本当農協 JA バンクが破産するんじゃないかと言われてます。実はこの JA バンクってね、あのウォール街ではゴミ箱って言われてるんですよね。もうどんなに危ない金融商品でも全部買ってくれるから、JA バンクっていうのはゴミ箱って言われてるんですけど、そのゴミ箱 JA バンクが、 破綻しそううだっていうねそそんな話もありますそしてこの話イエレンさんがなんとね議会が債務上限を引き上げなければ早ければ6月1日にも一部支払い振り子になる恐れがあるよともうアメリカという国が破綻するよと債務不履行になっちゃうよっていうようなことを言ってます。 まあ実際ね、下院議会では債務上限を引き上げるっていう風に可決したんですけどね。えーでまあ、これは何,何度も何度もね、アメリカという国家が破綻する、国家が債務不履行になってデフォルトするっていうのは、今までね、何とも言われてたので、まあ、デフォルトはないと思うんですけど、でもね、マスコミがこういうことを取り上げてる。 日本のマスコミも NHK からもうね、本当名だたる民放全部これニュースで取り上げてますよね。この債務不履行になるよっていうニュースもそうですし、銀行が破綻したっていうニュースもそうです。DS 側じゃないですか、マスコミっていうのは。DS の手先ですよね。その DS の手先がこういうことを大々的に放送するということは、もうね、世界中に不安を もう大変なことになるぞっていうふうに不安を煽ってるとしか思えないですよね。こうやって不安を煽れば煽るほど銀行を潰しやすくなるわけ。見てください。ファーストリパブリック・バンク。ね。三菱 UFJ よりも時価総額が大きかったんですよ。それがこう一気にガーッと落ちるわけ。 ね、株価大暴落大下落ですよね株価が下落して時価総額が下がるともう安く買えるってことですよねそう思いませんで安くなったところをもう本当に買い叩く JP モルガンが買っちゃったわけでしょファーストリパブリック銀行そういうことですよ 日本の銀行も危ないですよ、これから。JP モルガンやら、まあ、DS 側の金融機関がですよ、安くなったところを買い叩いていく。まあ、そういう嵐のようなものがですよ、世界中に嵐が吹き荒れる。まあ、そういう前兆じゃないかと私は見ております。そう分析するのは私だけでしょうか。 以上、今回はここまで。なんかね、今回はちょっとね、あのー、救いようのない話になっちゃいましたけどね、えー、よかったら、いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくです。最後までご清聴ありがとうございました。